右目の戦だ。時は戦国、いずことも知れぬ山奥の古道にその者たちの姿はあった。竜の右目片倉小十郎率いる敗走の伊達軍である。天下への志を胸にようようと南下を試みたものの、魔王亡き後に猛威を振るう豊臣の手のひらはあまりにも厚く、小田原北にてあえなく玉砕。肩を寄せ合い必死に落ち延びる様は皮肉なことに、この豊臣波動の世においていかにも普遍的な情景でしかなかった。先は風下、人も通わぬ暴れ道、身を隠すにはこの上ねえ。政宗様、今しばらく忍ばれよ。この峠を抜けるまで。過疎消し流走。海がぬめっていやがる。嫌な山道だ。いや、よどんでいるのは俺の心か。ウサギよ、フクロウよ、俺たちの息を知らせてくれるなよ。
だ男の顔はこれで二人目だ。政宗様が再び不覚を召されし時は俺が。策の浪士がいもない。そうてめえは言ったのだろうな、タケルか。無双者、中身。我らに名前はない。我らに懺悔はない。故にお前にも何もない。そうか。違うか。やればわかる。時はあるのだ。日はすでに落ちている。てめえらがここにいるということは、どこかで見た顔だな。つくづく縁がある。互いに好ましくはないだろう。てめえらを斬る。政宗様の無難を得る。正当はそれだけだ。惑わされはしねえ。本当にそうか。それが正解か。まあ我らにはどうでもいい。俺が立つ理由、てめえらには分からねえだろう。それはてめえらに欠けたものだからだ。ひとたる負ければ奪われ、再び負ければ潰される。三度負ければ嘲笑え。それが戦だ。ついていくと決めたんだ、小十郎様に。Come here!
の席など分かっている。過ちは二度と犯さねえ。やはり嫌がったか、松永久秀。ごきげんよう、竜の右目。小田原への押し入りか、それとも追いはぎか。どちらでも構いはしねえ。今はてめえに関わってなどいられねえ。ケイトは随分久しいが、正直驚いたよ。ケイのそのような瞳を見ることになろうとはな。何？そう、おののき不安に揺れる古流の目だ。てめえ！あの真夏はいいな。映画の小田原、その壁をも砕く平、人の根元に眠るものもまたえぐり出されてゆくのだろう。まあ気がするだけだ。まずは目の前のものを改めるべきだろうな。なあ、竜の刀。まだ見えてはいる。ケイの在りかは眠りし竜のもとではないはずだ。その問答、第七の刃として答えて。てめえの邪気に染まる爪などありはしねえ。なぜ刀を差し出して命乞いをしない。主の身のためならば、それは捨てるべきものだ。てめえと語るたび、俺の中から何かが消える。頭を垂れず、逃げも隠れもできぬままか。知らなかったよ、罪を重ねるのが趣向とは。てめえという男は。K が切り捨てたいのは己自身だ。そうだろう。 K は勝負を知っていた。しかし戦には無知だったらしい。てめえの戯言に利を感じる日が来るとはな。今は人間の爪を賜る気分ではないな。その爪には違う逸話を期待しておくよ。遥かなる高み、この右目に映す光景はそれじゃねえ。俺にはまだ見定めるべきものがある。